い、皆さんこんにちは、ツリーウェーブのタムです。今回は家にあるものでナイフを作るということなんですが、むしろもうほぼできてるんですね。ちょうど作りかけがあったので、それを仕上げていきたいと思います。ブレードは SK4 の、フルタング日本鋼ですね。で、ハンドルはブビンガ、ヒルトとピンはニッケルシルバーを使ってやっていきたいと思います。このブレードはまだ焼き入れがされていないので、まずは焼き入れからやっていきたいと思います。今回は手軽にダッチオーブンに炭を置いてバーナーで炙っていきたいと思います。よく換気して一酸化炭素中毒には、十分注意してください。サラダ油に入れて、はい、 OK です。焼き入れすると酸化皮膜がつくので、除去したいと思います。次はハンドルを作ります。ブビンガの板材が厚かったので、半分に切断します。
ていきます。穴も開けましょう。ハンドル材は昔父親からもらったもので、乾いてちょっとひびも入っちゃってます。これは後でエポキシで補修します。紙ヤスリは、60番、100番、400番、1000番を使用しています。ヒルトのニッケル材も熱いので切っていきます。作業は相当大変ですね。金属を切るときは油を差しながら行いましょう。切れ味が全く違います。着色したエポキシで接着します。調整すれば
はい、皆さんお疲れ様です。とうとう完成しました。いかがですか、この光沢。とにかく今回は家に放置されていたナイフのブランク材ですとか、父からもらったブビンガを使って携帯性の高い実用的なナイフを作ることができて本当に良かったです。また時間があったら釣りだけでなくナイフ作りもまたやっていけたらなと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。 See you。今日もご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。